1言えばバーディーモンスターバーンバーン、やれよちゃんと。お前抜くね、みんなこうやってんだろうなって思ってたからやれよ。こうやってました。やめました。ほー。第4問、はい、宝くじが当たったら何をしますか。うわ、これはむずいぞ。おー、やっぱそうだよね。うん、じゃあ半分親にあげて、半分ガールズバーですか。あ、行ってない。ガールズバーね。一人で行くんだよね。やらなくないよ。大好きだ。ガールズバー行くわ。ガールズバー、ガールズバー好きなんですよ。あ、いやいやいや、一人で行くぐらいだ。いやー、いやー、一人ですか。一人ガールズバー行くの。行けよ。ガールズバー作るまでやるかもな。マジで自分で作っちゃうまで。ちょっと嫌なところ触れてきたね。さあ、5台見ていきましょう。宝くじが当たったら何をしますか。おお、まあ、欲しいもの買う。おい、私利私欲、欲まみれの男。親にはあげてやんな。すいません、本当に不幸。物欲、性欲まみれの男。学生の頃、最初に組んだバンドの名前は何ですか。うわ、はずい、マジはずいけど、ライスボール。知らねえ。芸人の名前じゃないんだから。おにぎり。1年生の最初から。あー、なるほどね。さすがに出さないですよ、7問目でファニーガイズは。俺今でもファニーガイズ優馬にしてんだから。今日からライスボール優馬で。ライスボール、はい。ずっとバンド目なさいな、俺。多い、うちもか。もうそれはそうだね。マジで1個だけ、あの、本当カットしてくれっていうやつカットするわ。1個だけ。どれがいい、どれがいい。今日の、今日の、どれがいい。1個、マジで1個あるんだけど、ニッチがさらっと言った彼女いなくてガールズバー行ってるけど童貞ではないっていう発言があったので。それダメだ。バッサリそこダメだ。なんで無理。次の問題、はい、いきます。漫画やアニメのキャラになれるなら何になりたいですか。あー、じゃあいいっすか。おう、一番わかんないんで。本当に。でも一番わかんないから。ボケてんじゃねえの。いや、ボケではない。はいはい。ワンピース。いや、まあ俺もそう思ったけどね。で、ルフィじゃなくてサンジ。俺もワンピースで、ルフィじゃなくてゾロね。見たくない。いや、ゾロだったよ。こいつやっぱすごい剣豪剣豪言ってるような気がするんですよ。なるほどね。次の問題、はい、いきます。初めて付き合った彼女の名前は。うわ、いやー、さすがに分からん。ちょっと出すか。はい、ボケてないから。そうですね。ゆい。わー、それは俺の。知らん。いや、こやもね。知らん。あ、そうね。そう。あ、俺も言うわ、言う。俺も気づかんかったわ。驚愕の意思。自分の元カノの名前書いてる。ちなみに、アリの好きやと思う。参考がてらね。アリいないからさ。あ、いるよ。あ、いるよ。ないよね。え、なんか。ないよね。そうだね。言うた、いいやつだぞ。いや、ない。いいやつだぞ。いいやつだぞ。ないときは出てる。いいやつ。シャポタンって。シャボタンになるやつ。言うな、車の好きやろ。ちょっといいっすか。はい、何ですか。あ、すごい、うまいんすよ。うまいんすけど、ちょっといいタイミングで毎回面白いの入れるのやめてもらっていい。めっちゃ気分だった。めっちゃ、わわわわわマジうまいよ。ワッツアップのとこもやめてもらっていいですか。ワッツアップ。めっちゃ揃っちゃう。いや、揃ったよね。揃ったよね。クリックなしで。めちゃくちゃうまかったけど。今日が俺たちの初ライブだぜ。行こうぜ、行こうぜ。バンド名を教えてくれよ。レジェンド4。レジェンド4。伝説の戦争。レジェンド4。友達に撮ってもらった写真なんですけど、まあちょっと前の写真になるのかな。この友達のその山の、はい、あの草むしりをちょっと手伝ってまして、うん、でまあ軍手つけながら、うん、まあちょっとこう一段落したし、うん、記念写真でも撮ろうやっつって、あ、いいっすね。僕がこうなんかよくあるこのダブルピースとか、はいはいはい、ったらなんかちょっとこうなんかあれみたいな、お俺はこうやってるはずなのか、不自然だなみたいな、これはなんだカメラの歪みなのかみたいな。なるほど、これっすね。これはやばいな。おい、これやばいっしょ。なんかありえなくない。背景は歪んでないもんで。そうなのよ。僕はもうどう考えてもここでやった。感覚的にはもう全然、はい、でもこう手伸ばしても、うん、ありえる長さじゃないの。そうっすね。出さないといけない。ああ、だからあれだ、ちょっとこう馴染んでこことここがあって、はい、何これってなっちゃうかもね。もしかして気づかないかな。確かに。はい、子供が映れちゃう。マジで。
何が子供が結構配慮された配慮された子供だな。右左、はい、2回ずつ、はい、おいおいおー54で9やめろー81.945.7いやーめっちゃ9弱っ31.3 29.1 47kg 44だ62ジャンパショー大丈夫ですか？ちょっとしょっぱい。あ、わかりました。あ、しょっぱい。ここあ、ちょうどその感じがきましたね。なんじゃそれや、うざ。なにそれ楽しませてくれてるエッチは別にソースイカ使っていいんでしょ？あ、全然。あ、からし、からし。あ、いいじゃん。あ、イマさん、からし持ってきてほしいらしいっす。やだやつ、ね、やだやつ。いや、中間さんがちょっと大丈夫。大丈夫、言うと友やんがちょっときつそうで。確かに眠いんじゃない、お腹いっぱいで。うわ、レモンめっちゃいいやん。うわ、有能だな。ちょうど眠いみたいな話したら早っ。すごっ、すごっ。いや、そうでしょ。眠いと。いいですか、飲んで。そうそうそう、全然いいでしょ。もう水みたいなもんすよ。しかも私からね。まず A のピックから、はい、こちらから、はい、いきますね。そのままアルペジオを弾きます、はい、そうだね、そうしよう。弱くなりました。あ、本当ちょっと弱くなってるって。もうちょっと強く弾く。はい、お願いします。パワーコードだけちょっといきますね。はい、B のピックいきます。はい、これ C ですね。じゃあ最後、はい、 D。 いきます。アルペジオね。以上4つでございます、はい、ABCD 分かりましたか。 OK です。では ABCD もしくはここにはない、はい、お答えをお願いします。ここにはない。おぉ、千と千尋だ。千と千尋タイプ。千と千尋。ここには自分のピックはない。ここには自分のピックはない。なんかちょっとピック、ピック、はい、うーいって言ってほしい。歌ってこと。あ、それかけてんのかな。マジごめん。そう、俺の責任だわ。では答えを発表いたします。はい、こちらの中にユーマのピックはあるのか、あればどれなのか。はい、答えは、こわ、ここにはいない。おーい、素晴らしい。すごい、マジですごい、すごいです。これはピック1年分、1年分獲得です。すごい、はい、1個目がね、うん、チョコだったんですけど。チョコ、うん、チョコ、チョコでしたね。あー、ちょっと待って。いや、おろしてるやん、チョコ。
これ1個目がチョコで、ちょっと待って、なんか違うの見える。何チョコと何見える。なんかネギ、でも緑色、これなんだ。待って待って、なんで3つ目はキュウリだ。キュウリだ。似てた。ちょっと今出てこない、もう出てこない今、はい、この世で一番うまいドン、はい、ドン選手権1位ね。ドン選手権1位、俺らの中では。あこれユニセフの募金全部これに変えたらいい。はぁ、あ、ワクチンとかじゃなくてアメリカの子供が喜ぶ。大丈夫、ミツ好きだろうね。好きだと思うよ。絶対こういうの食っちゃうからね、マッチョとかでも米類絶対食べますよ。結構これでうまいよ。これ食べないですね。あとだけ付けない、はい、マヨネーズ嫌いなんで食べない。うご、こんなにご飯に合うことあるね。この上のやつがチャーハン初めていただきますけど、これ一番プレミアム塩豚骨で僕が合うと思ってます。あ、そうなんだ。あ、でもそれを分かる。いただきます。うん、甘くない。うまっ。甘いわ。甘いチャーハン親善大使や俺。金もらってるくらいいいコメント出るやん。卵が甘い。いや、わかんない。全体的になんかもう甘い。うまっ。いや、いいんだよね。甘くてうまい。甘いよな。油、油かこれ。ラーメンに合うチャーハンの作り方してんのかもしれない。わかんないけどね。こんなに器ぬるぬるなんだ。これ何だっけ。特製味噌か。うん、特製味噌。あ、味噌って辛い。特製味噌ってこんな美味しかった。これも思った。うまくね。うん、うまっ。割れちゃうって俺ら。これで激辛。あ、そうそうなの。ちょうどいいっしょ。これめちゃくちゃいい。辛くないの、ね、中辛とかにしちゃうと。うまっ。うまっ。うましかね。うましかね。うましかね。うまっ、うまっ、うまっ。カレーは大事だったのかな。いや、カレーね。ユーマンのエピソードで一番おもろかったのが、まあ、全然当たんなくて、で、そのカレーを美味しく作れたら大当たり、大当たり、水切れそんなにいいじゃん。当たるわけねえじゃん、うん、そで、その人参ゲットみたいな、よしよしよし、で、オレンジが入っちゃったね。そうで、ちょっと怪しい、怪しい、で、案の定当たんなくて、で、それ要は美味しかったら当たりみたいなんだけど、外れて当たんないのかよとかじゃなくて、うまいだろ。外れんのかよとかじゃなくて、素晴らしいね。しんどいです。あの皆さん、この曲本気でやったらしんどいです。こんな風に。ただその最後顔を気をつけて。はい、皆さんどういう顔しましたか最後。デレテテテテテテテ、素晴らしい。まあこんなでした。デレテテテテテテテ、マジで好きかなその顔。しんどい。なんだ、同じことやってないか。ごめんないとは言えないけど、すいません。隣の人とかびっくりしよう。あれはどっちが間違えたの。踊りすぎて、男子心配、踊り狂いすぎて歌詞間違いは、まあ、言うのはいいけど。おー、ここ大事。はい、これ何、体力の限界。何ちょっと歌詞パクっちゃって。ヘイ、始まるパーティーだよ。歌ってるやん、自分が言うてんすよ。歌ってない。歌ってるんですけど、でもこっちやっちゃってる。ああ、そう、意識が。でもそれがスムーズにもうこれ聴いたら出てくるくらいになんないと、それライブでできないですよ。あっ、ワンステップ来るよ。ね、ダシッタイ。あー、まだ来た、何を知ってたんだ。まだ来た、何。でん、フロスティーを入れていきたいと思います。いや、まぁ、あ、結構このキャラクターはジャンキーだけど、ジャンキー、うん、8種類のビタミンたっぷり、そう、ビタミン D を取ってくださいって言ってたんで、クイズ、この虎の名前を当てろ。フロスティー、ジャンキー、ジャンキー引っ張られすぎですって。ドニーザタイガー。嘘つけー。ほんと書いてあんのよ。しっかりめの、しっかりめの、なんかないの、大食いエピソードみたいな。あ、
ああ確かに。二人の。僕デブエットしたことありますよ。デブエット。はい。めちゃイケの。めちゃめちゃ食うやつは二回ほど。二回やってんだ。経験ありますね。だから自分でやろうと思ってやったの。友達に。あ、やらされて。いじめられっ子。ラレッコ。ラレッコだ。ラレッコなの。ラレッコか。行ってるうちに残り15分来たんす。ちょっと水飲みたいですね。あ、そうだね。そうね。水ね。自分でつけよ。いちいち、いちいち混んでるわ。ついでくんね。あー、くんね。ついでくんね。さらに上から消臭がよ。ちょっと急いで、ハッピーモンスター。あー、きつい。お、ユーマ20個。え、マジ。え、ユーマ結構もしかしてある。意外なんだけど。結構きつい。もう、うまく笑えなくなってきたら。うまく笑えなくなってきた。なんか話聞いてて笑いたいんだけど笑えないから。え、ハッピーモンスターちょっと雑魚すぎんな。まだ15個ってことですよね。そうですね。そうですね。俺飲まないね、水そんで。飲んだ飲んだ飲んだ。大事大事。隠れてる。中に立てるなよ。隠れてりゃいいだろ。それそのあと見よっか。じゃがいも。隠れてりゃいいだろ。隠れてりゃいいだろ。あー、これはくつい。そうそう。隠れてりゃいい。どこに向けて。いや、いいね。隠れてる。だからこういうパターンを出しとけば、何してるかわかんない。でも今表情がすごい素敵だったよね。めっちゃ笑顔だったから。うるせえよ。口に入ってんだ、どうか。あと10秒しかないよ。じゃあもう、はい、いけいけいけ、10、9、飲み込まないとダメだよ、それ。7、今、飲み込んで、今飲み込んで、4、あー、0、終了。まあいいんじゃないですか、これは。いや、でも正直13分でこれが限度かも。でもちなみに俺はもう30分でも1時間でも食うコスト変わんないから。それすごいよ。俺はもう初速だから、うん、18分でいいってことだよね、要は。あと3分ある、待って、行こうかな、高校、どうしよう。高校!3分で行きり数字まで行くけど。ゴーゴーじゃなくなるよ。ほんとにハイジでそうなんだよな。さあ行こう。すげえ。ほら。これ、ベタ付けしてたの。見た目で見た浸しておかないと多分それあーやばそううわそれ見てまずくなってきたもん何もそれ口内があ、お前じゃないよこのミスは出るぞ50号いったエンチクに勝てるかもしんないよえ嘘でしょあ、絶対取りましたよはい、わかりましたここでそれなんだあ販売中止になるぜそんなことしたらこれ俺あるのうわーやられた結構接戦あるのおこれはこれは違う違う聞こえるわこれも上と思うよねはい僕ですうまいようまいうまいいやちょっとワリオがワリオワリオワリオすぎた輪郭でっかくかけずワリオすぎたワリオだねM!つまり M! 最後 M だと思ってここに書いてるつもりはつまり M! そんな時代のマジで M! この野球という物差しで顕著にその対応変わるからなるほど今後野球ができればああそうなんやそういうタイプなるほどねいい機会だねそうでしょこれは野球どこで好きあでも野球はちょっとちゃんと見てましたよ WBC いやちょっと足りないね野球愛がやっぱり確かにちょっと舐めてました僕が一番好きです野球どれぐらい、はい、どれぐらい、はい、僕、まあ、娘いるんですけど、はい、娘の名前別に公にしたかったけどえブルペンって名前ですはいブルペンちゃんですいや、まあ、ホームランとかさそんぐらい好きですカタカナベンチ裏で生まれたしね